大好きなんですよね。今も弾があったら間違いなく、まあ、とにかくギミックがね、その昔懐かしい要素もあれば、本当に人間っていうクリーチャーたちが柔軟に絡み合う。そうですね、最近の人間も結構たくさん入ってるんで、うん、まあ、ここ最近だと民兵のラッパー、はい、こいつがまあ最近一番新しいカードですけど、これももうメインから4枚入れてる人もいるぐらい大活躍してるので、うん、本当に噛み合ってますよね。そうですね、本当に強い1枚です。さあダイスローの結果、神が先行を取ります。ちょっとね、この最初の緊張感も伝わるといいんですが、人間の自己紹介一瞬ですからね。だいたい土地でわかるって。最初のねランドセットでもう一瞬。ただ手札交換もかなりシビアなデッキになっています。そして対する挑戦者小田、ここはワンマリガンからのスタート。それではまずは神の手札見ていきたいと思います。全く見えなかったですね、神の手札どんな感じなのか、うん、ちょっとランドが青白ランドだけ見えたんですけども、それ以外がねほとんどね。さあ見ていきましょう。あ、いいですね。スタート、教区、教区、サリアの副官、カマキリ反射魔導士、土地2枚。非常に先行としては攻撃的に振る舞えるような手札になっています。対するオーダーワンマリガン、こちらは青白コントロールを手に握っています。さあ土地が1枚ですけど、セーラムビジョン、マナリーク、ロリの娘名はありそうですね。多分手前が週末だと思うんですけど、はいはい。さあこの手札キープするようです。土地2枚ですね、失礼しました。これだとまあ探査の塔と青いスペルたっぷりという状態からのスタート。ただこのトップを見るんですが、ちょっとね、あ、トップ置きましたね。さあそれでは始めましょう。マジで一瞬の自己紹介1秒で教区の勇者からのスタート、これがこの後常に大きくなり続けるというスタートになります。さあまずは決戦の原始から。これ選択も入ったことでちょっと序盤安定しましたかね、どうでしょうか。そうですね、まあ、最近だとあの選択だけみたいなリストもあるかもしれませんが、うんうんうん、週末が入ってるので戦術が大事ってことですかね。まだあの選択の場合はあの相手のエンドを相手のターンに引けるんで、積んでそのまま奇跡ができると、うん、さあ小田さん、これ2枚とも上に乗っけて1枚は週末に見えましたね。2枚目が結構白マナ設置が次のターンにできるので3ターン目の週末それを狙っていくと。さあサリアの副官、これで爆発的にスピーディーにまずは一発目3点ダメージからのスタート。これパワーの上がり方が半端ないんですよね、教区との組み合わせで。本当に人間はすごい。さあここフェッチも引きましたが白マナを置きたい。次がね週末おそらく積んでるんで、ここはまあタップインで我慢して、うん、ここはタップインですね、うん、もう俺ちょっと普通の全体除去じゃ後手だとそもそも間に合わないで、4マナの昔ながらの全体除去ではなかなか間に合いそうにない。先読んでもう20点下手したら到達するぐらいの爆発力です ですね。さあここあえて2ターン目タップインの形になったと見るか、それとも色マナがちょっと怪しいと見るかによってもオールイン具合が変わってきますが、うん、さあここでホダッコ、手札を確認。
さあこの手札だとどうなるか。クリーチャーでも土地でもないカードを追放することができます。現状は打ち消しだけの選択になりますが、この手札メモによってもう今かなり安心してると思うんですけどね。まさかその後あんなことが起ころうとは。戦術2枚ですからね。そうですね、2枚トップっていうところにちょっとしたにもい臭みは残っていますが、まあ、ただ、渡辺選手の場には魂の洞窟がしっかりあるので、手札の打ち消し呪文自体も本当に無駄カードと言っても問題ない状態ですので、ここから先霊気の薬瓶以外にターゲットがないという、そうですね、恐ろしい状態にはなっています、うん、さあこの絶妙な選択をしっかりと悩む。ここはマナリーク選択です。6点。これが3ターン目の動きですからね。ただ土地は置けなかったので、ここからのワンアクションずつというのは確定しました。そして終末入りなのがここで判明します。これはデッキのボトム一番下に置くことになります。いや強烈ですね終末、まあ、そうですね、やっぱ軽いですよね。これ1枚で先ほどの苦しい状況が一変しますが、まだまだ洞窟がありますので。そうですね、実際小田さんの手札は今ベンデリオンで自分の打ち消し呪文を下に送ってみたいな展開はあるんですけど、うん、ちょっと今の時点では有効牌が少ないので、はい、ただ渡辺選手もちょっと土地が2枚で止まってるので、ちょっと手札プレイできるカードが2枚目の教区の勇者絡みですかね。今反動5枚ですか。まだ穂高のかすめ取りも含め、まあ、2枚以下のカードはいっぱい入ってるんで、うんうん、まだまだ動けるとは思いますが、ただ先ほどのねドローをもう見ているので、穂高を打つのはこのターンなのかどうかっていうところがそもそもの問題として出てますか ね。今抜きたいカードがそもそもないので、うん、さあここは教区魂の洞窟でのプレー。挑戦者小田としてもぜひとも有効牌にたどり着きたい。今回はロングゲームにならないということで、かなりマナバランス安定させる方向にデッキをカスタマイズしてきました。こういうのすごいですね。なかなか今のお城から廃墟の地を抜くっていうのはできないと思いますけど、普通は、うん、ちょっといろんな弱点カードに対して範囲を広げた結果こういう選択っていうことですよね。城をコントロール自体も結構メジャーな、そうですね、今わかんないデッキになってますよね。そういう意味でも同型でもちょっとした強みにもなる部分ではありますが、そこを削っています。さあセットしたのは探知の塔。今回のボーグル使われたらどうしようカードだったんですが今回は飛んでこないということが現状は判明しています。あ、引きました。チェイスの小杖。ここからが反射魔導士、カマキリ、まあいろんなカードが選択肢に上がってきますね。まあちょっと今ベンディリオンが見えてるんで、カマキリとかだとそのただただ突っ込んでしまう、それを良しとするか。カマキリプレイ、これはベンディリオン強要プレイと見るのか否か、それとも攻撃は教区の勇者だけにするのか。まあサリアの副官なかったらいきそうですけど両方、うん、早くも挑戦者小田の体力は10。ここをうまく利用したいところ。ベンデリオン当たってこいと、ここは2体でアタックします。
小田選手も多分思考の氷結を引いてるんで、ここも1回通して全体重量で流すかっていうのも視野に入れてると思うんですが、ちょっと体力値が気になりますよね。まあそうです、1回ここベンデリオンで止めた方が将来的に全体重量がいきそうには見えますけどね、うんうん、ベンデリオンも今自分の手札の打ち消し呪文を下に送ることに何ら抵抗はないので、おお、ここテイクで1回流してからですかね。さあここで勇気のテイクがありまして、思考の氷結打ち消されない、軍勢に対して打ち消されない神の怒り。ただ体力が5ということで、これがどう響くかですよね。そうですね、まあカマキリさえいなければ、うん、はい、かなり危険水域なライフ、この5という値をここから渡辺どう削り取っていくか。難しいですね。人間デッキ意外とあの青白のミシェラランド、うんうん、展開の列中も実は待ち構えられると地味にきつい、攻められなくなるってことですね。待ってるとクリーチャーが少ないと攻撃に行けないんで。さあこれメインで3マナ出しました。手札が反射反射幻影の像を、ホタコのカスメ取りですかね。さあ反射をメインでプレイしてターンエンド、めくられたのが2枚目の週末。まあまあこれぐらいだと太田ちょっと太田さんもめくるかどうか若干悩んでましたよね。さあこれでついにベンディリオン安全着地のターンも作れるようになりました。小田さんの手札が、春宵ベンデリオン打ち消し、打ち消しですかね。ちょっとこのタイミングの春宵もあと1マナ引かれるとまた、そうですね、全体重量が飛んできて、これ一気に攻めづらくなりましたね。さあ残りライフ5、されど5、しかも微妙に打ち消し呪文がここに来て2アクションに刺さりそうという、うん、ちょっとこれわざと釣りに行きましたね。ベンディリオンプレイさせたくない、そんな感じになるんでしょうか。ここはムスビメ打って2を払えという形、あ、3を払えという形ですね。それを受けてホダコ再びの1点ダメージ、ライフは17です。さあここからランドを引かれてしまうと見知らに構えられて攻撃もできずと、で攻撃ができなかった時にはターンエンドに振ってくると。そうです、また単純にもちょっとここからゲームが伸びてしまうこと自体が小田さんに有利に なってしまうので、なるべく早く詰めたいですけどね。さあライフを詰めれるかどうか、カードも少なくなってきました。ちょっとこのぐだった展開になると人間単体同士のパワー不足が、そうですね、ちょっと見えてきますね。まあ、あとはちょっと反射魔導士という無駄カードを2枚引いてしまってるのが、うん、さあ相打ち上等で殴っていくしかない。ここはまずシュンシュ、あ、ベンディリオンからのプレイになります。うん、相手の手札を見る余裕があるというところが非常に渡辺にとって厳しい。
まあ、どちらかというと今織田さんと豊田の方が強いっていう意味合いの方が春将が1枚確定してて、さあ穂高を下に送るかどうか、この決断が、あ、このままキープですね。さあここは受けます、ベンデリオンで受けました。体力ライフを5で守るという選択をしました。ちょっとこの5という数値をかなり高めに見てますかね。うん、そうですね、まあ、ただもう人間からするとちょっと5点は相当に遠いんで、うん、さあどう攻めていくもんか。反射魔導士春将には相打ちを取られないというところはポイントになりますが、この選択によってまた手札状況が変わります。ちょっと除去デッキは嫌だっていうお話はしてたんですが、あそこまでポンポン週末を打たれるともう除去デッキ相手になってしまってますね。一発目が効きましたね、やっぱかなり絶妙なタイミングで飛んできたので。さあここで精神を刻む者ジェイス、安全着地。一番手堅いですね、カマキリを引かれたとしても絶対に負けないプラン。この反射魔導士が渡辺の手札を逆に縛ります。このターンさえ無事に帰ってくれば次のターンはジェイスのプラスマイナスゼロ能力を使って6枚目の土地も探して春将から全体除去という動きもできて、うん、かなり盤石になってきましたね。ここは穂田子春将、春将これがかなりきつ いですね。乗り越えるのが横展開も許されなければ簡単にブロックっていう形にもこの後続いてきます。時間を稼ぐ目的としてはもうベスト。お、ここで副官通しました。ここで新鮮なる泉ですかね、うん、ドローは。そうですね、ちょっと2点食らうんでこれから全体弱っていう動きはあんまりやりたくないですね。カマキリの射程圏内になってエンドになっちゃうんで、うん、ということは刻んものジェイスブレスト打ってからですかね。 1,2 を戻すっていうのが一番安全そうではありますね、うんうん、そう、トップ確認。あ、なるほど、これでカマキリを弾いてからってことですかね。カマキリじゃないのを確認してから1回全体除去を打って、それであれば問題ない、2点食らっても問題ないという判断。うん、ここでペイツ春将氷結盤面リセット三度。でトップに置かれたというところも気になるところではありますが、これが土地だと小杖起動でワンチャンあるんですが、さあこれが土地でもない、薬瓶でしたかね、ちょっと見えませんでしたが、小田選手としてはこのターンさえしのいでしまえば、ミシェルランド展開のレッジもありますし、ジェイスがとんでもないことをし始めるので、うん、横並びさえなければというところですよね、最悪。さあここはこのような手札、これで
レッチューアクティブ、そしてジェイスもアクティブ。挑戦者小田、盤石な状態まで持っていくことができました。もう今の段階でも結構盤石ですけど、まあ、ルケーの1枚、ルケーの道が1枚ぐらいあるとなお手堅いですね。これもはや反射魔導士全く意に介さずという状態になっています。ここでフェッチを受けるということはもうしっかり体力自体は高めに保てる、そういったカードを引き当てたということですね。まあ、もうここまで来ればライフ全く問題なし。ルケイの道も今持ってたようにも見えましたがね。もう持ってたらかなり盤石ですね。もうさあ望みを託す小杖ドロー。開く手が渡辺非常に重い。ここまでに堅牢なモダンデッキもなかなかないといったところです。さあ残り2点ではあるんですけどね、本当に遠いんですねこの2点が。これ最終的にゴールが悪山もしくはチェイス、まあ、ここのところまでゆったりともうゲームを進めることができるようになりました。もうちょっと止まんなそうですねこの展開。うん、そうですね。よほどルケーの道もちゃんと持ってるんで、よほど大振りのアクションをしないと突然死することもなさそうですが、うん、まあ、基本的にはもう展開の列柱だけアクティブで起こしておいて、相手が無理やり殴ってくるときには相手が何かしたときなんで、まあ、その時にだけこちらもルケーの道とか合わせて時間を稼いでいけば、あともうあるとすればこの薬瓶からの瞬間で、いやもう無理ですね。ここまで来ると小田選手がもうかなり油断をしてバッと動かない限りは、なかなか、それか薬瓶が増えてもっと時間があればって感じですけど、そこまでゲームが長引くと思えないですね。なるほどなるほど。薬瓶1枚だと初戦一旦に出てくるクリーチャー1体しかいないんで、まあ確かにそこまで予想外のことが起きない。さあここで反射魔導士アタック、お、これはどうだ、軌道が通る、ゲーの像、反射魔導士をゲーの像でバウンス、それを受けてのパストゥイグザイル、ルケーの道を打ち込みます。確かに持っていなければ今勝てていた。そうですね、本当に最後の最後の、うん、まあ、小田選手かなり手札が充実してるので、本当にもうここからは盤石に隙を見せないように、うん、隙を見せないように。ただ先ほど挑戦者小田もここ抜け目なくレッチュ2枚目置いてますね。そうですね、あとは今のも本当にパストイグザイル持ってるからああやって大きく動いたってのもありますし、うん、さあもう幻影の像自体は何でも捌くことができるので、
もうジェイスバウンスでさえ良さそうですけどね。対象に取れればいいというカードになっています。さあ今ジャッジに質問しているのか。さあこの状態を覆すことがもうかなり難しそうに見えます。相変わらずレッチューは1枚は間違いなく立たせていると、この動きを徹底しています。確かもう1枚の瞬間も見えてたんで、もう1枚ルケも超えないといけないというハードルがかなり高いですね。さあここから詰めの段階、もはやカマキリ幻影の像をもう一回するくらいな、いやそういうでもちょっときついですね。やっぱどうやっても手数がなかなか足りないんで、まあ、ただ小田選手もできるだけ早く決めたい気はしますが、まあ、それがより盤石にしていくか、もう手札を受けの道とか除去でいっぱいにして、まあ、何されても負けない状態を先に作るか、どっちかですね。ちょっと現在渡辺真希選手がジャッジへの質問ということでちょっと離席していたんですが、今戻ってきましたね。ここからは見ますか。ここからがジェイスの最も強い動き、さばけるならそのままキープ、ダメなら下へ検閲が入ります。検閲を許可されたのは恐怖の勇者、これもまた厳しい細いカードではあります。うん、微妙ですね。個人的にはブレインストームの方がゲーム決まるの早いかなって気はしなくはないですけど、人間って本当にクリーチャーしか入ってないんで、土地以外大体なんか何のっけてもあんま変わらないんで、まあ、最終的に終末を打ったりするのかもしれませんが、現状手札自体はそこまで良くはないですもんね。まあ、一応あの謎めいた命令があるんで絶対死ぬことはないんですけど、まあ、少々の揺さぶりでは問題ないぐらいマナはありますね。クリーチャー化して謎めいた命令ぐらいのマナはあるので、もう列中と謎めいた命令両方打てる。そうですね。さあ神渡辺真希、この苦しい状況まだ続けるか否かという検討までそろそろ入っているかもしれません。まあ、ただ渡辺選手あれだけの意気込みを見せてくれたんで、多分もう本当にライフがゼロになるか、ライブラリーがゼロ枚になるまでやるんじゃないかと思いますが、まあ、ジェイスの奥義はライブラリー見えちゃうんで投了するかもしれませんけど、ちょっと相手がスローペースで付き合ってくれてるんで、カマキリ引いてますよこれ。ただしかしもう一個ぐらい仕掛けがないと、カマキリは結構速攻なんで、このがんじがらめの状態を打ち破るには、さあこのカマキリの乗り手を引いたことで最後の爪もそうなんですが、チェイスをくぐり抜けて手札に入ったというところも、
再び想像力を過度に働かせる結果になっています。これこの1本目でだいぶマッチアップの印象が分かりましたね、はい、うん、そうですね、週末次第みたいなところはありますけど、また薬瓶がちゃんとあるかどうかですね。薬瓶がないと週末を邪魔することは一切できないので、まあ、メドリングメージがあるか、一応翻弄する間同士はあるんですが、ここは覚悟を決めていきますね。洞窟経由、打ち消しは効きません。戻ったうん、ここはちょっと攻め時ではないと判断しました。ヘイストだけ、本当にカマキリだけめっちゃ重要なんですよね、この状態打ち破るのに絶対に必要なんで、もうそれ以外のカードはほぼないですよね。そうです、だから ここでカマキリをちょっと、雑に使ってしまうと逆転の目がなくなっちゃうんで、おっとここで登場したのがテフェリー。こちらも盤面に影響を与えるカードになります。いきましたね。その薬瓶ダメよと、変なことはしないでくれと。さあここで渡辺もう一度考えます。この判断、この薬瓶は逆転のためにかなり重要なパーツ。そして今ここの状況で何をすべきかというところを、さあ軌道行きました。これ翻弄する魔導士を引くとワンチャンあるかもしれない。なるほど。いやちょっと難しいですね、お互いのその後によりますが。さあここは幻影の像、記憶の勇者をコピーしまして、ああ硬いですね。これだと翻弄する魔導士引いても多分大丈夫。うんうんうん、ジースが仮に他のモードだった場合は翻弄する魔導士を先に出してカマキリってやると、もしかすると、さあここでもドローは、翻弄する魔導士ではありません。まずは教区、こちら4枚目になります。そしてこちらが大本命の1枚となります。カマキリ出る、渡辺最後の一瞬にこのターンに全てをかける、そのような形になりますが、戦闘前に無情にも全てタップ、プラスカードを1枚引く効果で謎めいた命令を解決します。さあこうなると、
春将全大蛇かもう一回タップか。なるほど、春将の魔導士がしっかりと控えていて墓地には終末。うん、まあ、結局こうなった時にブレインストームし始めてるんで、またジェイスでもっと早く多分プラスじゃなくてブレインストームして手札をめちゃくちゃ強くしといた方が負けづらかったですね。最終的にあの最初にジェイスで検閲しなかったヤックスリビンをあのテフェリーで戻そうとしたりしてるんで、なんか人間デッキって本当に金太郎飴デッキなんでなかなか下に送れないんですよね。上に乗っけるのとあんまり大差がないので結構、まあ、ジェイスで勝ちに行くよりはそうですね、もうプラスして圧倒的にもう絶対死なないようにするか、それかもう対戦で投了するようなパーマネントテフェリーとかがそうですけど、そういう方が多分プランとしては簡単なんじゃないかなと。もう万が一の負け目もなくなる、まあ、現状でもほとんど負け目はないと思うんですけど、ちょっと今ヒヤッとするような瞬間、はい、まあでも春将と青駒なんで多分大丈夫だと思いますけど、まあ、次のターン今のブレインストームで一番上に終末を置いてるので、うん、まあ、このターンもう一回タップして、うん、まあもうかなり強いですね。春将春将ぐらいありそうですが、うん、そのスタックで3枚目の終末が場に襲いかかります。さあここからは織田のターン、完全にもうメインで動いて問題なしというターンになります。もうここからはテフェリーの力もあり、そして相手のデッキも確認、手札には流刑の道もある、春将もある、もう盤石ですね。ここまで来ると乗せていいカードの方が多いんで検閲もかなり意味があるんですけど、うん、それを見て渡辺投了となりました。長い長い1本目となりましたが、しっかりと挑戦者織田がコントロールしきるという結果になります。週末強しですね。一発目のが本当に響きましたね。あれが週末以外のカードであれば。さあそれでは挑戦者織田のデッキ再び確認していきたいと思います。いや今回その週末をしっかりと3枚取っている、その週末型のお城コントロールというところが見えましたね、はい、ここが本当にデッキに噛み合っている、戦前のお話ですと五色人間の方が若干有利かなっていうのは ね、津村さんにもお話ありましたが、ここの差がねやっぱりその若干の部分ですよね。まあ、週末はあのタイミングで来られるときついですよね。もう本当に全てのリソースを刈り取られてしまうので、あとはちょっと反射魔導士が4枚と最近のリストだとちょっと多めなので、はい、反射魔導士をどれぐらい渡辺さんが引いてしまうか、うんうん、あんまり引きたくはないカードなので、まあ、そういう意味でもそのサイドボード5っていうところでまたどれだけ影響があるかっていうところも、そうですね、気になるところでありますかね。次はまだメインですよね。はい、今1本目今回の神決定戦 5本勝負になっているんですが、2本目まではメインボードでの対戦となります、はい。まあ、昨日ちょうどあの日本語で五色人間の記事が翻訳版が上がったんですけど、まあ彼も青白コンとの対戦でどうするかみたいなのを書いてて、まあやっぱりその悪残の天使とかライラが最近は入ってくるんで獅子切断は入れるようにって言ってました。ああなるほどなるほど。またさっきみたいな状態で殴りやすいように、そういう意味でも獅子切断は役に立つと、展開の列をどけやすいんで、まあ、使い道はもう かなり幅広くというか、そうですね、もうこの相手に青白コントロールに対しての専用カードという形になりますね。また罪の収集者っていう手裏破壊も、そうですね、この辺も追加されるということで、まだガドックティールとか、うんうん、人間らしい幅広いかつクリティカルなクリーチャーをサイドボードには大量に用意してありますね、はい。まあ、こうなると
小田挑戦者小田としてはまずはこのメイン2本は絶対取りたいっていうところですかね。うん、どうせやったらサイドボードにも爆薬とかちゃんと取ってるんで、小田選手もかなり爆薬はきついんですよね結構。なるほど。まあそもそも薬瓶巻き込まれてっていうところが、マナコスト結構寄ってたりするんで、タイミングよく爆薬が来てしまうと盤面が一気に寂しくなってしまうので、追加の神の怒りも結構嫌ですかね。そうですね、ちゃんと名前もバラバラになっている、まあ、そういうところからも翻弄する魔導士しっかりと意識したデッキリストになっています。すごいですよね、週末思考の氷結残骸の漂着神の怒りと散らしまくり、すごすぎる。残骸の漂着もまあ攻撃クリーチャー限定ですけども一層ですからね。そうですね、相当すごい、そういう意味でもここがどうなるのかというところにもなります。再び先行は牧渡辺選手になります。そして後攻小田が今悩んでいるという状況ですかね。小田選手ちょっとドローはしっかりあるんですけど、他のちゃんとしたスペルが重いみたいな、謎めいた命令、テフェリー、ジェイス、土地土地、ドロー呪文2枚、選択結成の原始。ちょっとこのマッチアップ相手と噛み合わないという形になります。さあ渡辺ランド1に見えましたが、そうですね、あいつは貴族の教師はいましたけどね、貴族の教師1マナ11教区の勇者サリアの副官みたいなカードを見えましたが、それであればしっかり動ける。さあこちらもキープしていきました。セーランビジョンオプト決戦の原始との選択、この2枚に、まあ、動きを作って再びの終末地獄にもつれ込ませると、そういった思惑のありそうな手裏になっています。さあ渡辺選手は黒花が引けるとがぜん、おお引きました、元気になるこのドロー、古代の生徒、これでめちゃくちゃ一気に動きやすくなりましたね。翻弄する魔導士も手札にありますので、そこも含めてしっかりと相手の手札をチェックプラス封じ込める、このデッキの必勝パターン作っていきます。対して列柱3枚っていうところの出だしというところもあって、もうこれで次のターン翻弄する魔導士で終末禁止にして殴れたら一番いいかなと思いますね。サリアの副官まで土地を引くとついてくるんで、こうなるとナチュラルに終末を引くしかないこのターンに。そうですね、このターン引かれるとかなりきついですけど、まあそれはしょうがないですね、もう、まあ、それか今のターン思い切って翻弄する魔導士から出すっていうのもありえなくはないですけど、そうすると普通にルケーの道とかで裁かれちゃうんで、さあ神このデッキを選んだ意味、これをしっかりと、いやこれも難しいですね、発揮していきます。クロックが今3点、4枚目の土地がなかったりでまたいろいろ、4枚目の土地があると次のダサリアの副官翻弄する魔導士なんでダメージが計算しやすいんですけど、引かなかった場合次は翻弄する魔導士だけになって4点なんで、ちょっとクロックが遅い、時間を与えてしまう。さあ何が一番選択肢として硬いのか考える必要があります。おそらく選択と結成の原始、あここ謎めいた命令いきましたね、まあ、これで次のターンが来たら翻弄する魔導士で終末を封じて相手がもう全盤面に触りづらくしといて、あしかし青命令もう一回引きましたね。これで1ターン稼がれる可能性がもしかすると出てくるというところ。引いたのパスですね、パスと謎めいた命令をこのターン引いているのでかなり良い、そしてトップに終末があるとえらいことが起こる。そうですね、翻弄する魔導士が死んでしまうと途端に盤面が、ちょっとかなり悩んでますね、まあ、難しいですねここは。ちょっと両方ともトップ1枚はだとすると終末っぽいですよね。ここ入れ替えて、入れ替えた、
入れ替える。あ、ここ1枚下に送りましたね。1枚でした1枚でした1枚でした、うん、さあここも土地があるがかなり大きい。引いてる強い。ちょっと先ほどのストレスをすべて渡辺解消できる、そんなターンにもなりそうです。会心のドローですね。しかも洞窟。あ、てことはラッパか。ラッパ1枚残りそうですかね、このターン。メドリングメイジとホダコのカスメ取りがあると最高で、そのもう1枚がラッパ、副官ではなくてラッパ、ホダコですね。うん、さあワンドローの結果が、あ、これでパストゥイグザイルが抜ける、抜けるが青命令を見てちょっと手が止まる。あ、まあまあ一応多分メモさせてぐらいの感じだと思いますけど、もうここ、うん、この後翻弄する魔導士で終末を禁止するのは多分ほぼ確定事項なんで、うん、いやこれはけどお互いいい攻防です。小田選手ももしトップが終末だったとしたら、うん、全然違いますよね、前のターンまでとは。もう今では唱えられもしないという。いや、そうなると本当にこれ週末上に乗っていたらワンドロー差ですもんね。乗ってそうですけどね、展開的にはこの状態で他に何を乗っけているか。あ、確かに乗せないですね、そもそもね。ここで上に乗っけるって相当強い。流刑の道か全体状況、最低でも違う種類の全体状況か週末か。さあちょっと視力が悪いんで見えませんが、きっと週末でしょう。はい、週末と確かに書かれているようです。さあ3秒受けて5点。さあここが週末でしたね、きっと、うん、ここ流刑への道が残っていればというところでしたが、そこはしっかりとシャットアウトですよね。ちゃんと週末引いてますね。さあ現神渡辺、このゲームはさすがに押し切りたい。もうこれぞ人間ですよね、もう邪魔して邪魔して。ちょっと性格悪くなりそうですね、この時。楽しいんですよこれ。失礼いたしました。さあ渡辺選手、手札がラッパーだとしたらもう1枚、翻弄する魔導士とかなんか妨害するカード、うん、今手札で唯一脅威になりそうなのが謎めいた命令なので、それさえ封じてしまえばほぼそのままもうこのまま押し切ってしまえそうですが、まあ、もちろん土地もね引いていないっていうのも見えているんで、次の選択次第ではっていうところですかね。ワンドロー、ツードローあります。小田選手選択もあるんで、まあ、土地を引き込むこと自体は簡単そうなので、うん、今のうちに翻弄する魔導士かなんかで青メールが封じられると、うん、多分今手札に土地は多分もう一枚あるんで、妨害するカードさえ引けばサリアでもほぼ勝ちですね、うん、サリアもしっかりと、そして当たり前ですが4枚積まれているというところで、妨害手段がね2コストの2マナの妨害手段が12枚入っているという状況ですかね。幻影の像まで含めるともっともっとという形ですかね。サミペのラッパ、これによってパワー2以下のクリーチャーを4枚のトップのうちから1枚、うん、ホダコが入りましたかね。まあそうです、ホダコでも現状見えてるカードだけだと十分ですね、もう、うん、謎めいた命令さえ抑え込めば小田選手トップ条件かなり厳しいので、うん、これ思考の氷結残骸プラスアンタップの土地って必要なんで、今何も持ってない、どちらも持ってないんで地獄選択含めてどっちも引くしかないっていうすごい条件が厳しいので、
確かに性格がいいデッキとは一体何なんだろうってね。私も行って後悔しました。ドロデッキもやっぱ意地悪な側面ありますからね。まあ対戦相手の嫌がることをするのが ね、ゲームですからね。さあここはちょっとランダムシャッフルってことですかね。そうですね、ランダムだったんでちょっと。さあここでホダコが出て次のターンには余裕で削り切れるだけの。これ先に選択打ちますかね。まあ、とりあえず土地だけ、アンタップの土地だけでも確保しとく。まずそれがないと始まらないという状況になっています。そこの1枚ワンドローなんですが、これが開けないということは選択肢があるかどうか。パス・トゥ・イグザイルですかね。ちょっと見えませんでしたが、確かに白いカードには見えました。パスですね。パスですね。さあ翻弄する魔導士にパスを打ち込んで、一応トップ週末までは見れるようになりました。点残りが7 1 2 3 4 5。さあこれで青命令抜いてですかね。かなりきついですけど、ただパス流刑への道されたことで渡辺としても挑戦者小田にワンチャンス生まれたっていうところがちょっと伝わってますよね。これは週末来ると相当ショックですね来てしまうと。津村さんだったら寝込みますかね。いやちょっとこれは寝込むかこんなに仕上げてきたのにと翻弄1発打ってホダコ3発打って、その上で週末食らうってどんな確率なんだって話ですよね。もう勘弁してくださいと。しかも手札に1枚ある状態でというところもあります。前のねゲームで3発打たれてますからね。そうですね、まあ、ただあれはターン数がね、ターン数だったので、さあここは青駒抜いて、まあ、このままだと次のターンほぼ、まあ、春章とか引かれるとまだ殺せはしないですけど、まあまあまあ、まあ今教区の勇者にダメージを頼っているという状況ではあります。8点残り7。ここは選択、相手のターンですかね。アップキープとかにやる感じですかね。まあ攻撃クリーチャー前か、攻撃クリーチャー前に、さあここまでコツコツと作ってきました。この状況、この盤面、神渡辺最後の一撃加えられるかどうかになりました。盤石を期すならまずワンドローしてからですかね。どうでしょう。そうですね、多分今春章の魔導士とか、まあ、流刑の道された時のことを考えると思うんで、まあ、とりあえずはまずはすることがないならカードを引いてみて、まあ、ここでカマキリ引くと追加の戦力になります。引いたのは古代の生徒。もうワンドロー行くんですかね。土地を引いたのでもうワンドロー行ってもいいんですかね。そうですね、今行くリスクはほぼないと思いますけど、さあもう一枚引きます。薬瓶ですね。さあ仮にここで、これはほんまもんの奇跡ですからねここで起こると何もしていない。さあここで攻撃、
まあ、一応春章ワンブロックみたいな形はあるにはあるんですが、ワンドローの条件はかなり厳しい。さあどうなる、奇跡が起こるのか小谷。おーっまずはしたん、うん、あーここはない。今のは本当に寝込むぐらいの奇跡すごい。さあメイン戦での2本を終えまして、神挑戦者ともに1勝ずつ1本ずつ取り終えました。ここからはサイドボード戦。まあでも奇跡はやっぱ全然違いますね。その今3マナしかなくて、もう本当だったらあの時点で全体状況を謹慎して多分積んでたんですけど、最後の最後まで夢が見れる。これ週末型にしてきた、まあ、もう本当に利点が出てますよね。そうですね、まあ、だからこそ神渡辺としても最後の最後まで気が抜けない。抜けないですね。最後ちょっともう手札もう出し切ってたんで何もありませんでしたしね。一回返されちゃうとちょっともうどうしようもない感じだったので。さあ抜きたいカードはたくさんあって、入れたいカードがたくさんあるという、まずはこの五色人間神のデッキ見ていきたいと思います。先ほど腐っていた反射魔導士をまずはアウトっていう形ですかね。サイドにするのがガドックティーグ、罪の収集者、施設団、ラッパーとかですかね。これで7枚、はい、アウトよ。もっとするとすると、まあ、反射4は確定で、あと幻影の像1とマナクリーチャー2枚とかそんな感じになるかなと思います。貴族の教師自体がそこまで、そうですね、このマッチアップはというところですね、まあ、残しててもいいですけど幻影の像、幻影の像はまあ2枚ぐらいはあった方がいいと思うんですけど、ただ単純に強いんでカードが、はい、まあ、そういう形で綺麗なサイドボーディングができると。そうですね、まあ、それで反射魔導士が4枚抜けるんでかなり楽ちんですね、うん。まあ、そう考えると今の一戦反射魔導士本当に引かなくて、そうですね、1枚も引きませんでしたね多分、うん。まあ、そういう意味でもかなりね、そのデッキの中で重要なクリーチャーとそうでないクリーチャーがメインボードでははっきりしていたというところですね。さあ対する小田、こちらの青白コントロール見ていきたいと思います。ちなみにすごいどうでもいいんですけど、パストゥイグザイルで島を見せてない状態だったら島を持ってこない方が一応いいっていう。あ、なるほど。平地は絶対入ってるんですけど島は入ってるかどうかちょっと人にまだよる、まあ、ほぼ最近入ってるんですけど、島を見せると基本地形が2枚っていう情報が相手にバレちゃうんで、まあ、片方まだ見せてないんだったら一応平地から持ってくる方が今後のゲームを考えるといいかもしれない、まあ、そこもねちょっと1ゲーム目で素引きしちゃってたんで、相手見せてましたっけ1枚目、あ、うん、島は島見せてましたね、うん、じゃあもう関係ないですね。さあこちらになると、まあ、先ほどの猛攻を、まあ、しっかりと裁くようなカードとして、まあ、序盤から動ける仕組まれた爆薬、これも翻弄する魔導士にね非常に効果のあるカードになってますね。爆薬は本当にどのデッキから出てきてもきついです。うん、これ清見た援軍まで入れるんでしょうか。入れて良さそうですけどね、うん、清見た援軍、爆薬、ライラ、神の怒り、うん、まあ、こちらの打ち消し呪文がかなり抜きやすいので多分余ると思うんですよね、うん、マナリークと論理の結び目とで抜くだけでも、また重いカードもっと減らしてもいいですし、ベンデリオンとかも、ベンデリオン残すか、うん、これプレインズウォーカーのところは、まあ、テフェリー含めて、まあ、これも全部残すって形ですかね。ジェイスはちょっと分かんないですけど、まあ、残した方がいいと思います、ね、うん、まあ、難しいですね、まあ、4枚カウンターが確定で消えて5枚か、カウンター5枚は絶対抜けるんで、うん、若干そこら辺のパーツを減らして、ね、よりちょっと重いとこ減らして清みたい軍とかにはするかもしれないですね、うん、ロングゲームを見た形で序盤をしのぐ形にデッキを作り変えていくという形、そういったところが予想されるというところですね。まあ、問題はここからですよ。そうですね、お互い人間もやっぱりサイド後含めて完成度は高いデッキとされてますからね、まあ、こうやって見ると本当に今回渡辺真希選手が使っているデッキリストをまあちょっと参考にさせていただくと、オーリオックのチャンピオン、そしてイゼットの静電術師、ここら辺がまあ早いデッキにもねしっかり影響を与えられる、はい、そして同型にも効くというところを見ているというところですよね。また他のデッキに対してもしっかりとバランスよく組めるというところが、まあ、本当に五色人間の特色、サイドボードもしっかりと用意できる人間のバリエーションがあるってことですよね。いや人間ってすごいんだなこんな何でもできるんだな、はい、相手の墓地からカード取ったりもできるんで、すごいんですよ人間って種族はまあね、最後には人間が物を言うというところになりますね陣地は超えないという。さあそういったカードがおそらく今
お話にあったカードがこのマッチアップではサイドインされていることが予想されます。そうですね、だからジェイスとかも減らせても1枚とかだと思いますけど、結構この五色人間に関しましてはロングゲームはあまりやりたくないって感じですかね、まあ、できればやりたくないんですけど意外といけるよっていう、その辺も好きですね僕は。その早く相手を倒せなかったら負けっていうデッキあんまり好きじゃないんで、ちゃんとロングゲームしてもラッパとかで粘り強く戦ったりもできますし、そういう意味でも本当に薬瓶からの爆発っていうのはまだ見れてないんですけど、そういった強みもありますよね。まあ、あとトリッキーな動きがかなりできるので薬瓶があると、今は本当にただクリジャー出して出して出してだったんですけど、エンド前に動いたりとか、ドローステップに動いたりとか、瞬章する瞬章の魔導士に対応して出したりとか、いろんなテクニックがあるので、いやそこもちょっと期待したいところというか、渡辺としてはそこを狙いたいところではあります。そろそろね、1回ぐらい書店に来てくれと。ただ挑戦者小田も生半可なモダンプレイヤーではないというところは伝わっています。この神の渡辺さんが小田さんのことをもう本当に強いデッキを組むプレイヤーだと、そして自身ではできなかったんですけども、本当に環境自体を変えてしまうような、そういったデッキを出してくるプレイヤーだからこそ、本当にこの神決定戦にナーバスになってたんだろうなっていうところはね、本当にインタビューで取れてましたが、ですが今回のデッキというところはまずはまだ戦いやすい相手だったっていうのは、五色人間選択した理由、意味がちょっと出ていますかね。本当にカンパニー相手とかだともう人間はちょっと多分メインゼロに移動としちゃうん でサイドゴム3本は取れないんで。なるほどなるほど。さあここからはサイドボーディングされたこの相手に最適化されたデッキ、清見大軍入ってますね。爆薬もありますが土地がないかな。かなり呪文の質は高かったですけどね。もう欲しいカードがかなり焦点にあった感じなんですけど、土地が多分1枚しかなかった。交流の宝球も翻弄する魔導士に対するしっかりとしたカウンターになりそうです。対する渡辺、土地もしっかりありそうに見えますが、薬瓶はやはりない。ちょっと1ターン目のアクションがないですかね。死切断とか相手の妨害する2マナ息は多分たくさんあるんですけど、ホダコ翻弄1マナがあるともう文句ないですね。これは渡辺キープという形ですかね。そうですね、基本的にはまあ1マナがあったらよかったので願望程度で、もう残りはサリアとカマキリですね。さあそしてマリガン6枚の手札になります。オーダー、まあ、手札のロス自体はやはり痛いは痛いですけど、ちょっとこのマッチアップはそこで決まらない可能性がありますね。まあそうですね、本当に渡辺選手がその週末をどれだけ対策できるか、週末で逆転の目が残ってる限りはいつでも小田さんにチャンスがありますからね。はい、先ほども本当に最後の最後のあそこでっていうとこまでありますからね。本来普通のデッキだったらあんなとこから逆転は絶対できないんですけど。さあ今回は土地がしっかりある、ただ手札に終末という形になっています。ちょっと呪文が重いですね。漂着とルケート、これをキープ、もう1枚が土地かどうか、あ土地が3枚、さあスタートしていいですかっていうところですが、行きましたね。ドローは現像、やはり打ち消し呪文が消えるだけでもだいぶ手札が除光まみれになってきますね。
渡辺としてはここでまずは相手にお伺いを立てなければいけません。何から行こうかなと。洞窟薬瓶がないとまずはねちょっとね不安ちゃ不安の形ですが、おおむね除去打ち消しが全部抜けてるっていうのは、まあ、想定内だとは思うの で、ね、サイドボード5ってのが良かったですね。メインだとちょっと本当に打ち消されるかどうかも考えなきゃいけないですけど、サイド5はかなり減ってると思うんで、残ってたとしても。さあここは何からのスタートになるのか。これはホダコのカスメ取りを握っていますが、まあ、ホダコはかなり良さそうですけどね。ホダコルケの道だと手札も見れる、うん、ちょっとここサリアからのスタートになりました。さあまあこれで除去を打たせて土地もゲットしつつ、うん、渡辺選手どちらにしろ次のターンに2アクション取れるんで、ホダコのカスメ取りから翻弄する魔導士みたいな、うんうん、小田選手これは無視。確かにサリアは一番妨害手段として甘いですからね。うん、まあ、あとはこのターンに相手に土地をあげたくない、うん、さあサリアが無視されるという渡辺にとっては不気味なそんなスタートですが、これによってこのターンもワンアクションの動きになります。まあ確かにもここで4マナ目を上げちゃうともう絶対に2アクションしてくるっていうのが、うん、まあ、打つとしても確かにこのターンの方がいいですね。サリアを殺すとしても、まあ、一度受けて様子を見ま す、まあね、手つかずの領土、小杖のダメージ嫌いました。アホだこで、あなたの手札見せてくださいという、まあ多分今場に出た能力にスタックで殺しても、殺した時に能力が何をするか見てるんだと思いますが、場に出た能力にスタックで殺した場合は手札を見るだけで終わってしまいます、うん、まあ、ただ翻弄する魔導士を持っている渡辺選手としてはそれでも今は除去を使わせた上で手札が見れるので、もう次のターンの動きがしっかりと定まるということですね。そうですね。次翻弄する魔導士、幻影の像。さあこれを許可する形になりました。ターゲット取りからのここでのリアクションとなります。まずはパストイグザイル、そして潤沢に土地を引いているということが公開情報。漂着がすぐさまのリアクションになりますが、それも2ターン先という情報。これは神渡辺にとってはかなり嬉しい状態に見えます。もう次のターンの翻弄する魔導士でとてもやりやすい、うんうん、2枚もあるんですよ。カマキリと翻弄する魔導士、幻影の像、カマキリ、獅子切断、うん、あともう1枚。これまたルケーの道引きましたか。いや多分フェッチランド引いたと思います、うんうん、サリアの俯瞰、これでだいぶ殴りやすくなりましたかね。うん、まあ、とりあえずはちょっと相手の妨害をまずは優先してっていう形でもそうですけど、うん、まず翻弄する魔導士で週末をまあ消しといた方が、うん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 、
幻影のゾーンのしか、追加の妨害手段がなかった場合はこのターン出しておかないとちょっとホンドスルマ同士が死んだ時に、うん、幻影のゾーンでコピーするやつ自体がちょっとしょぼくなっちゃうんで、なるほどなるほど。またカマキリとかもあるんでこのターンも一気に打点積み重ねつつ翻弄で最低限終末だけ封じて、うん、で次のターン帰ってきたら幻影の像で翻弄する魔導士コピーして残骸の漂着も禁じてっていう展開もありますね。このターンどう動くか、この感じだと翻弄プラス幻影の像と動きそうですけど、まずは一発サリアのアタックからスタートしたということで副官ではないというところが判明しています。なんか違うものっぽいですね。残骸ですかねこの感じは。見えない。全く見えない。そしてもう一枚見えないカードが幻影の像が出てきそう。はい、漂着。漂着。そしてこれで終末になるんですかね。かな。かな、ちょっと1枚目がよくわからない。いや、漂着というお話しました、うん、残骸の漂着の漂着を多分書いたんですね。なるほどなるほど。で今から2枚目が出てきて何を言うか、これが終末になりそうですかね。そうですね、パッと見さっきまでの情報だと、週末に見えますね。両方漂着。なるほど。漂着漂着という消し方になりました。週末はこのサリアを食らわなければっていうことなんでしょうかね。トップからの週末を意識しないプレーになっています。さあこの判断がどうなるか、それともどうもならないのか、それによってもこのカードの選択が非常に大事になってきますが、このターンも副官かカマキリか、どっちもという形ですかね。ランどっちが手札にありそうです。ただ今ドローしたのは春章の魔導士ですか。かなりいいドローではありますけど、これは結果として渡辺選手のプレーが冴えた格好ですよね。翻弄する魔導士1体ごとに別々のカードをいってると、小田選手が望む方を今ここで流刑の道で解き放つことができるので、さあここで春章、ただ副官の影響で相打ちは取れないという形になっています。まあ、多分ですけど週末普通にキャストする狙いでブロック自分のクリーチャーに流刑の道ですかね。そうすると次のターン7マナに届いて週末手札からキャストできるんで、うん、さあ春章を自身の流刑の道、これをターゲットを取ったことで渡辺選手手札の施設案使うタイミングか否かという検討に入ります。これあれか、どっちにしろ打たれちゃうの、サリアが死ぬと普通に6マナでキャストできてしまう週末が。確かにこれ散らしたのが、まあでも結果的に散らした影響がちょっとここで出ましたね。散らしてなんか、まあ、けど週末って片方だけ言っててもまあ、あ、そうか、サリアがいると打てないのか、うん、うん、さあこれはいきなりきつくなったか渡辺、まあ、それかさっきの多分1体しか出さない方が良かったような気もしますね。そうすると決断を先延ばしできた上に、うん、あのサリアの副官で打点もちょっと上がってたんで、うん、そうした方がこのターンに取れる選択肢は多かったかもしれないです。
さあこのターンは6点ライフで受ける小田ですが、その開始の影響はかなり大きいぞというところを見せつけています。いやこれ難しいですね。普通に考えると獅子切断しか裏目がないんで、自分のクリちゃん普通に打ってもおかしくなそうですけど、あエンドにサリア、うん、なるほど、まあ、一応戦闘後に戦闘中に打ち合うと2匹目が出てくるといけないので、うんうん、さあここで薬瓶出して、あこれ違いますかね、薬瓶だと思います。そうですよね、あのサリアで一番重くなってるんで。あそこそこそこ、まあ、けど渡辺選手手札が今カマキリ2枚獅子切断なんで、ここで残りライフ8を今回は詰められそうですね。うん、このターンエンドに流刑が飛んできて、サリアが死んで、まあ、ここで土地もサーチ、まあ、これが一番裏目がない週末の打てるタイミングですね。2枚目のサリアが、来ないので、うん、さあ渡辺選手は土地を引くとめちゃくちゃ楽ちんですね。ここで6点入れて2までいっちゃうと、うん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 、小田選手もどんなクリーチャーに対しても残骸の漂着打たなきゃいけなくなるんで全く余裕がない。しかも次のターンカマキリ自体も1体ずつ繋げればいいですもんね。そうですね、まあ、なのでこのターン6点入るか3点でとどまるかかなり変わりますね。さあ待望のターンなんですが、これはでかい、これはでかいですね。残骸を構えたまま、これ4マナ残したままの週末、何これは完全にプラン崩壊では。さあまあけどカマキリで地道に行くしかないですね。おっけどこれもいいドローですね。負けてない、まだまだこれ熱いですね。いいですね、罪新コレクター、はい罪の収集者、これで漂着をまずは取り除ける、取り除ける、そしてビッグアクションならビッグアクションでいいという判断。いや熱いですね、もう今のでかなりペースを握ったかと思いきや一瞬で取り返しました。いやこれはもうがぜん渡辺さんのペースですね。もうライラとかもしっかり対処できるんで。さあこのワンドローとこちらは2枚は下に両方とも送りました。列中これで受け切れる形になるといいんですが、手札週末だと分かっています。そしてここでの2点追加しておくことで体力3、まあ、もうカマキリ出して5点入れて残り3で、手札にカマキリって状態が一番いいですね。そうすると小田選手が全体除去を打ったら残りのカマキリで詰められますし、列中立たしてきたら獅子切断とカマキリ2枚目のいろんなプランを持って対応できるので。ちょっと七マナなことが気にかかっているようにも見えますが、このターンは1体3秒使って体力5という形になります。打たす、このままぼーっとしてほしいんですかね。ぼーっとすると小田選手が全体除去ってきたらカマキリカマキリで確実に詰められて、まあ、だからこの盤面だと小田選手ほぼ確実にエンドしてくるんで、まあ、列中がアクティブであれば全く問題ないってことですかね。だからカマキリカマキリのパターンがきついですかね。
渡辺選手施設があるんで、このターン、小田選手がレッチュ構えてエンドだと、カマキリ、2-1 で罪の収集者合わせてレッチュを起動させて5点入れる、確かかもしれないですね、うん、もうレッチュで安全だよっていう風に見せかけたいってことですよね。そうですね、この球エンドしてほしかった、普通にだから打ちそうかな。まあ、ただホライズンキャノピーをドローしてないところとかから、まあ、手札は強いんだなっていうのは分かるんですよね。やっぱもう手札弱かったら絶対面で引いてるんで。確かに確かに。だから手札が決して弱くはないというのは、まあ、あとこの薬瓶を3にするって実はほとんど人間ではない行動なので、基本的には2で維持するのがセオリーとされてるので、それであればもうかなり伝わっていると。そうですね、ラッパがいっぱいあるとかカマキリがいっぱいあるみたいな少し特殊な状態。さあこれで万全といったところでしょうか、ホダコのカスメ取り。これによって完璧なるプランへの第一歩と思いきやと思いきやルケありましたっけ。1枚ありますね。あ、ルケない、もうすでに、あ、すでに使っている、週末でした。墓地にある白いカードは週末ということは、このターンはフラッシュバックできるものがないということですね。そうですね、これで罪ですかね。列中起動か瞬章どっちかしかできない。残る1枚は獅子切断、完璧ですね。ここで挑戦者小田棟梁、神が王手をかけました。このサイドボード後の戦い方というか、やはり施設団も含めてかなり戦いやすくなってる、ね、はい、そんな状態ですね。人間って器用なんですよね、本当に。ちょっと人間好きなの、人間をかなり褒めてますもうさっきから意識高いボットみたいな話人間は器用とか人間は偉大とか人間はすごいただ本当にそのデッキの器用さですとか、そのすごさっていうところをまあ存分にね、いや本当に見せてくれてますね。クリーチャーをあんだけ並べて強化しながらこんなに邪魔するかねっていう、度合いがね上がってますからね、サイドボード後。いや本当にその反射みたいな無駄カードが抜けて、邪魔するクリーチャーと打点が高いクリーチャーしか入ってない、うん、さあちょっと厳しさが出てきたか小田。やはりその週末をいかに通すかみたいな戦い方になってますかね。うん、そうですね、またやっぱりちょっとどうしても不安定なのは否めないので、うん、まあ一本目みたいに本当にすごいタイミングで来るとやっぱ人間もお手上げなんですけど、うん、ちょっと下準備はやっぱ少し大変そうなイメージはありますね。まあ、そういう意味でも一本目決戦の原始、そこからの週末という非常に綺麗な、あれも完璧でしたね本当に。動き裏を返すと綺麗な動きができないと、このまま神がこの試合を制するという流れにもつながります。まあただ本当に全体除去はもう他にもたくさんたくさん入ってるので、うん、そこをうまくねタイミングよくプレーできる状態になるかどうかというところが気になるところでありますが、先ほどからホダコと翻弄する魔導士のセットになっているのが強力ですね。うん、そうですね、相手の手札をしっかり確認した上で唱えられなくさせるっていう、うん、まあ、ただ実際あのもう盤面全部2マナだったんで、あの状態で爆薬を引かれてしまうと一気に済んだりというのはよくあることなので、うん、まあ、全体的にこれだけ多いとトップデッキされたら文句言えないですからね爆薬も先ほどの試合ではまだ見せていません。さあ気合を入れた渡辺真希、自分の頬を強く叩いて王手をかけたあと1本というところまで来ています。人間デッキってあれなんですよ、マジックオンラインだと全部誘発やってくれるからいいんですけど、うん、誘発すごく多くて大変なんです。確かに、まあ、忘れると本当に致命的ですし、忘れないようにまずは自分自身のゲームに集中して相手の行動も意識しないといけないんで、多分リアルで回すのは MO で回す以上に大変なんだろうなと、うん、また渡辺選手先ほどのインタビューでもこの半年間
ちょっとね辛い思いをする時間も多かったというお話、うん、その神決定戦に集中するあまりやはり普段の試合で結果を出せなかったりだとか、まあ、声はかけていただけるんだけども、その分やっぱりね対戦相手というところを強く意識してしまった、そして対戦相手が小田選手というところで、まあ、かなりね最初のインタビューの時にもナーバスさ本当に隠しきれないぐらいね表情にも現れていましたし、まあ、やっぱりそれだけ多くの人に声をかけてもらえるってことはプレッシャーにもつながりますからね。ただ今ベストな状態で臨んでいると思われます。対する小田は非常に冷静、表情に現れません。高いけど本当落ち着いてますよね、まあ、表情に出るプレイヤー出ないプレイヤーあると思うんですけど、はい、津村さん的にはどっちの方がやりにくいですか。まあ、やっぱ出ない方がもう一瞬で分かるんですよ、やっぱちょっと表情変わっただけで結構分かるんで、うん、もう全く出ない人の方が嫌ですねやっぱり。なので対戦中は結構相手の顔見る。あ、いやもうちょっとなんか表情とか雰囲気で分かります、ね、もうちょっとでも変化があれば。なるほどなるほど、気をつけよういや最近よく言うんですけど本当に間もよく分かります。あ、やたら早い、あの引きがいい時だけ早いとか。なるほど、そういうのもよく分かっちゃうんで、まあ、それを含めて先ほどのスタンダードみたいにできると一番いいです。ついつい嬉しいと早くやっちゃうんだよな僕自身も、まあ、人間の差がですからね。そうそう、おー引いたってなっちゃうんで、うん、まあ、そこをいかにねコントロールできるかどうかっていうのも今求められてるっていうことですよね。だけどこの小田さんも渡辺さんもそういう意味では本当に基本的にあんまりないですよね、その何かを引いたから動きが速くなったりとか、うん、表情も変わったりとかもね、そういうところは、まあ、もちろん悩むっていうところはねあるかもしれませんが、さあ青白コントロール小田7枚キープ決定しました。春章謎めた目でジェイス土地4枚、どちらかというとこれぐらいの方がいいのかもしれないですね。うん、まあ、除去は欲しいでしょうが、まあ、受けが広くというところですかね。対して神渡辺はここは手札交換マリガンを選択しました。7枚では納得せず、ちょっとそろそろ本当に初手に薬瓶来いっていう感じですよね。まだ出てない1ターン目には毎回遅れて、まあ先ほどのね試合はしっかりと活躍しましたけども、最後の瞬間にはまあただ渡辺選手も2本目はもう薬瓶なんかいるかみたいな怒涛の怒涛の展開でしたからね。そういうところもやはりねデッキが軽いっていうところで複数回コードを取りやすくなったって、ね、なっているっていうところもありますかね。まあ、あとは1ターン目動いてこないってことは逆に手札もう2マナのヘイトベア死ぬほどあるぞみたいなアピールでもあるので、7枚で1ターン目ないっていうことはもう逆にそういうのを覚悟した方がいいです。うん、さあこのゲームで終わらせることができるのか神、それとも次のゲームにしっかりと進めて挑戦者が逆転するのか。大事な大事な4本目、挑戦者先行7枚キープ、後手渡辺が6枚でキープできるかどうか。カードを引く手にも力がこもります。薬瓶の存在は確認、土地は1ですかね。ただ文句なそうに見えましたけどね、キープしましたね。さて裏見ていきましょう。1枚下カマキリ、カマキリ罪の収集者、貴族の強襲、薬瓶、土地が1枚、もう逆に3で固まってるのがやりやすいですね。うん、薬瓶をもう躊躇なく3まで上げられるんで。なるほどなるほど、さあここでついに薬瓶1ターン目、この動きが強い。そしてドローはサリアとなりました。もう本当に違うデッキなんですよ、もうこれがあるかどうかで。うん、それぐらい差がある。さあ土地は引けていないですが、穂高のかすめ取り、これが薬瓶をコストカウンターを上げていく、その過程でプレイすることができます。
いやもう土地が3枚と薬瓶1枚壊されないんだったら薬瓶の方がいいですからね確かにそれぐらいあのカードはすごい。あーっとしかししっかりここでこの爆薬土地止まったのを見計らってというところもありますが、これは対応して教師も出せない。これは大きなテンポロスにつながります。即起動いった仕組まれた爆薬。これは出す対応で出すと一緒に吹っ飛ぶので、今起動してしまったので貴族の教師巻き込まれました。あーこれはしかも土地が引けないですね。これは渡辺巻き、ここで神ジェイス、トップを見る。お引けたが、ちょっとジェイスが重すぎるか。さあ魂の洞窟、人間宣言はまでは行きましたが、ここのプレーがどれを選択するか。まずはサリア、さあここからはドローする手にも力が入ります。いやーこうなってしまうとなかなか追いつきづらいですね。うん、さあ小田としてはトップを見る余裕があります。上絶望の手札パスルケイの道に謎めた命令、まあ、ここら辺 を抱えていて、なおかつ春章の負けつきという。そうですね、春章がまたねいいんですよね。ホタコのかすめ取りでやられないので、うん、さあここで土地の供給は可能になりました。ただどういくかですね。これはもう J の扇狙いなのか、うん、ちょっとけどまだね手札渡辺選手全部スペルの状態でちょっと遠そうには見えますが、結構先ほどの薬瓶も解決後に教師出したいみたいな感じだったんですかね。ちょっと効果ミスですかね。あ、そうですね、多分あのどっちも1っていうのは失念してただけかなと思います。さあこのサラチに、これは謎めいた命令とりあえず隠してあげてもいいよと。これ最終的に小田選手またどっかでブレインすると思うんですよね。絶対手札足りなくなるんで、まあ、ここからだともう土地の供給縛れなくなったんで。そうですね、もう土地縛る意味ないんで、でクリーチャー見えても多分基本的に微妙かなと思うので、だからどっかでブレインするから、もうそれだったら最初からブレインしといた方が、まあ、どの道そのトップを見ても引かれる可能性っていうのはそこまでね変わらないってことですよね。そうですね、安全なカードを乗っける場合はいいんですけど、安全なカードが少ない場合は上にそもそも乗っけられないっていうのが。さあここもまだ行く。いやただ漂着しましたね今。なるほど、もうカマキリでもどんとこいと受ける覚悟ができているというところですね。まあここから渡辺選手が小田選手の手札にどれぐらい干渉できるか。さあかなりトップ見て悩んでいます。なんでしょうねこんなに悩むって。上もはや薬瓶2枚目とかそういう次元ですかね、あれだけ悩むっていうのは。なんですか、土地の可能性はありますけど土地ではないのか。うん、
さあチェイスにアタック、中性値を少しでも下げにいくと、ガードクティーグですかね、どうでしょうか。ちょっと一番奥に引いたカードがあるので現状確認ができない状況です。ガードクティーグだと確かにめちゃくちゃなりますね。あの現状場だと出ない出ないけど将来的に出るとちょっとめんどくさいなっていう、うん、罪の収集者かもしれないです。わかんないですね、見えない、うん。まあ、初手に持ってたものと2枚目引いてきたかとか、まあ、確かにそれもジェイス環境下では確かに手札減るのもちょっと嫌かなとか、そういう感じですかね。収集者からのスタート、うん、ここで漂着1枚去ります。これはけどちょっと今渡辺選手ミスしたのか自分のほっぺた叩いてましたけど、まあ、手札失念してたかもしれないですけど聞きましたね。小田選手これけどスタックでキャストできたのかな一応。ああなるほどなるほど、まあ、効果はないんですけど罪の収集者で抜かれるカードこれしかなかったんで追放されるぐらいだったら墓地に置いといた方が、うん、まあ、瞬生の効果がね、そうですね、使えるということですね。罪の収集者はあの他のクリーチャーと違ってあの最終的に罪の収集者が死んでも手札に戻ってこないんで、うん、さあここでブレインストーム、やっぱ結局こうなっちゃうんですよね、うん、どうやっても。それであればもっと早く、そうですね、やっといた方が、今中精度8だろうが3だろうが3 5は違いますけど5と8にあんまり差がないんで、うん、もうちょっと早くブレイン始めといた方がいいかもしれないです。ちょっと難しいですけど残骸漂着が仮に残った場合はそのままいけてたかもしれないですけど。さあ土地が増えました、まあ、ここでやっぱり地味にミシュラが効くんですよね、うん、大事ですね地味ながらかなり影響を与えてくる。さあ引いてきたのこれ爆薬ですか。そうですね、ただ今は今この盤面においてはまあそこそこでしかない、うんうんうん、とりあえず 2で置いて終わり。まあ置いておくだけでも随分違うカードではあります。ドローはガドックティーグ、ガドック2枚になりましたね。先ほどのトップの時に悩んだのはやはりガドックだった、うん、あ、なるほど。だとしたら爆薬あのもう先に置いとかないとガドックが出てきた時に出せなくなっちゃうんで、うん、仕方ないですね。さあそれを受けてのこれはフルアタックになるんでしょうか。春章が透けて見えているのでルケーの道までのアクションが見えています。カマキリはそれで対処。ようやく土地は伸びてきたんですけども依然として厳しいですね。うん、そうですね、やっぱりちょっとこれだけジェイスがアクティブな時間が長いとやっぱり薬瓶が壊れてしまったのが、うん、やはり壊されなければっていう条件がね、そうですねつけてた、言った瞬間に壊されたえ非常に大事な文言がの付随しておりました。壊れるなら土地3枚の方がいいって人間誰だって、まあ、ただそのぐらいのインパクトがあの1枚に込められてるってことですよ ね、 そうそうですね、本当に初手に欲しいカードナンバーワン、うん、さあまたルケの道ですかね。
まあ、こうなると本当にかなり突破するのがしんどい。ミシュラランド展開の列中もありますし、ここからとりあえずジェイスブレインストーム続けられるだけで、僕は延々とブレインしますね、もう、やはりそれが強い動きですね。ちょっとやっぱ遠いんですよね、7から、マイナス11、12、ちょっと遠いんで、もうひたすら上に強いカード乗っけて相手に出させて、ぼーっとしとけばっていうのが一番安泰に見えますね。あの手札破壊とかされてもで列中で構えておけばカマキリとかも殴ってきづらいんで、もうとにかく手札の質を上げまくってライブラリの突破を強くしまくっとけば突破されないかな。あの薬瓶があるときはやっぱり相手のエンド前から仕掛けられてちょっと突破されたりもあるんですけども、薬瓶なかったら基本的に一旦に多くても2アクションしか取れないので、まあ、こうなってくるとかなり渡辺としては厳しい展開になってしまいましたね。そうですね、本当に超えるべき壁があまりにも多くて、今爆薬今の時点ではそんなに影響はないんですけど、ここからさらに影響力が増していきますし、これ変な話、どこかでこの爆薬起動してもらわないと前に進めないかもしれないですね。そうですね、まあ、それを理解しているのか今ガドクティグ人間ではないんですが薬瓶からしっかり出すことができるというクリーチャーです。本当にこいつも盤面次第ではなかなかに、さあガドック出しながらのカマキリ、これはちょっと攻撃はできないと。やはり顕著ですね、その妨害手段を序盤から連打できた時と出ない時の動きが、まあちょっと今回に関しては土地が1枚で止まってしまったので、それが響いてる感じですね。さあブレスト連打に入りました。常に週末がトップに置かれているという状況になっています。また今選択まで分かってたんですかね。これだと、渡辺選手がもっとクリーチャーを出してきた時に爆薬で流してから選択を打って週末も打てると。今ガドクがいるんで週末がキャストできないんですけど、もうどのパターンでもこの週末は起動できそうですね。そうですね、このモダン新決定戦も随分と長い試合になってまいりました。そうですね、小田選手は今回は短いでしょうとおっしゃってましたが、やっぱどんなデッキでもねこういう感じで熱戦になっちゃいますからね。まあ、それだけにお互いのデッキはかなり選択肢も多い。そうそうですね、人間も本当にエモートやるのでは全然違うんで。MO でも結構時間ギリギリになります。あ、 MO は全然余裕です、誘発全部勝手にやってくれるんで、リアルだとそのこれが誘発しましたってのはやっぱお互い確認しながらやるんで、ちょっと時間かかっちゃうと思います、ね。さあすでに列中でブロックされることも考えての戦闘決めになっています。まずはワンドロー、翻弄する魔導士、ただ爆薬がアクティブなのが常にいただけない状況です。これは爆薬起動させてからなんとか作っていきたいが、さあ幻影の像でこれカマキリ増やすアクション、そうですね、それ以外だと爆薬で流れてしまうので、いや僕も結構プラス2好きなんですけど、プラス2って本当にあの相手に引かせていいものが半分ぐらい以下じゃないとちょっと、結局の下に送ってもまた引かれちゃうんで、ちょっと条件が緩い時はブレインして、相手の手札6枚とかある時はその6枚にまず打ち勝つ必要があるんで、その6枚で相手が自分に追いついてきたらいつかブレインしなきゃいけないんで、そういう時はブレインした方が、さあ幻影の像のプレイに対応して爆薬を起動という形になりました。
まあ、これでカマキリ、コピーされてもオプトから週末もありますし、うん、何でもできる感じですね。あ、なるほど。いや、ここでもうプレイ段階でもうコピー元がいなくなってしまうとなるとシュッとそのまま運ばれてしまうという形になります。さあ、ここから再出発です。渡辺、恐怖の勇者列柱がとにかく邪魔なんですかね。列柱が全く出発ができない。そうなんですよ。ちょっとクリーチャー少数にの状態は常に維持されて列柱になると、うん、小田としても先ほどからこの場に出ているジェイスやられても問題ないようにずっと手裏にもう一枚のジェイスキープしてますね。そうですね、まあ、もうここまで来るとほぼジェイスが死ぬことはないとは思うんですけど、うん、どこかの段階で舵切っていくのか、それとももうこのままゆったりと、もうここまで来たらボーッとするだけでいいですね、うん、ボーッとして相手がそのまだ列柱を越えられるように見えて突っ込んできたところで除去を打って相手を疲弊させて勝手に勝ちみたいな方が簡単ですね。お、攻撃、うおー、殴り始めた。まあ、確かにもう殴られても全く問題ない。あれですね、このライフさ、どうせライブラリーの上に週末が多分乗っているということもあり強気に、はい、そして常に選択は手札にあります。なるほど、もうどちらかというと渡辺選手に展開してくださいぐらいの、うん、あ、そうですね、まあもう大事に至らないのであれば次奇跡で打ってもいいですね。そうですね、もう渡辺選手は逆にもうライフこんだけあってジェイスも7なんで、もうありったけ突っ込むしかないからもう来てくださいと、うんうん、さあ翻弄する魔導士、これはちょっと変わってくるか。まあただもうジェイスもありますし、ということは謎めいた命令もあるので何か1枚が、うんうん、1枚で困ることはなさそうですね。もう最悪小田選手はまた止まればいいという流刑の道もある、うん、さあ指定は週末ですかね、うん、ちょっと見えませんが指定は週末とのことです。先ほどの漂着を消して週末に書き換えました。いや、もうこうなると本当に来てくださいよと、うん、渡辺選手実際やっぱここから殴り始めるのかなり大変ですからね、うん、とりあえず列柱を越えなきゃいけないんで人間をもう一体出すのは必然で、でそこまで突っ込むと小田選手も本気を出して週末を打ったりするとならばってそろそろと、まあ、とにかく謎めいた命令がアクティブになっちゃったのも加味してかなり厳しい状況ですね。まあ、一応あの魂の洞窟があるので打ち消しモード自体は防いでるんですけど、うん、もうバウンスもありますしかなり重いですね。さあサリアの副官、これによって盤面強化、これは殴りに行くその構えを見せます。1枚の列柱は相打ちだったとしても2枚目の列柱もまだ存在している。そしてここはジェイスに突撃、あーここが打ちどころ、聞きたくないですよねここということはそして手裏にキープしていたのは選択、奇跡が起こります。うーん、これにはたまらず、さあモダンフルセットにもつれ込みました。いや、お互い奇跡の良さもちゃんと見せていやー、バック役がクリティカルでしたね。もう、うん、さらちにジェイスを演出してくれた。しかもあれをしっかりと1でね起動できた、どちらも1で起動できたのが大きかったですね。先行だと十分間に合う、うん、うん、
さあモダン、こちらも5本目に突入いたします。いやいい試合ですね。どっちもねやはりいいところねしっかり見せてる、ね、フルパワーのぶつかり合いというようなところですね。サイドボーディングもほぼほぼお互い確認し合ったようなそんな状況にもなってきています。この神決定戦にかける思いは誰にも負けない。神決定戦のことを考えてこの半年生きてきた渡辺、陥落するわけにはいきません。ですが最強の挑戦者と言っていいでしょう。カンパニーでモダン環境を席巻した男が渡辺の前に立ち塞がっています。いや、いい戦いですね。これも本当に選手たちはたまったものじゃないと思うんですけどもヒリヒリしますよね、ここから最終戦ってなると。この5本目に向けて入念にサイドボーディング確認します。変えるものがなくてもより良い選択肢がないかと、ここでしっかりと60枚のデッキ噛み締める。今回は比較的現状のモダンで、はい、まあ、使われているといいますかメジャーなデッキタイプ2つになりましたけども、そうですね、この他にも結構メジャーなデッキタイプっていうのは何個かあるんですか。どうでしょう。ここ最近だとトロンとかブリッジバイン、ブリッジバインっていうデッキはかなり新しくて勢いがあるデッキとされてますね。ただ今死ぬほどメタられてて、あまりに目立ちすぎてしまったためなるほどなるほど、すごい対策されてます本当に何かあったんじゃないかっていう過去にどれほどの傷を負わせたんだって心配になるぐらい。もう5マッチやって4回墓地対策出てきて、そのうち 3回はすごいやつでしたね。すごいやつ、安らかなる眠りとか、はいはいはい、力戦とかも黒力戦とかそれぐらいすごいやつが5分の3で出てきて、はいはい、とりあえず今はやめとこうと思ってあのデッキもけど本当に今が旬のデッキというか、今一番対策されている厳しいデッキですね。今回の挑戦者の小田選手も、まあ、あのデッキの存在がやはり大きくて週末にしたっていうところも ね、うん、ね、週末はやっぱ墓地対策系、あ、墓地系のデッキには本当に強いんで、墓地に行かずにライブラリーの下に置くという効果がね非常に強力になっていますし、早いターンに打てるというところも魅力になっています。まあ、やっぱり普通に飛んでくる奇跡でもどうしようもないですからね。まあ、もちろん本当に奇跡たるゆえんな部分もありますけども、まあ、ただそこの部分が今回は渡辺にはマイナスに働いた、そんな試合運びにもなっています。そういう意味でもやはりこの神決定戦のデッキ選び難しいですね。いや難しいです。人間っていうデッキチョイスもかなり本当に思い切った選択だなと思いますけど、まあ、本人としてはリビングエンドで挑戦者決定戦の権利を取って、うん、そしてボーグル、まあ、こちらで一度防衛してのこの大本命デッキといいますか。そうですね、ここに来てもう本命中の本命ですからね、人間デッキっていうのは。これもやはりプレイヤーのね、その普段から培ってきたというか、もう練習の賜物ですよね。ここでいろいろなデッキにシフトできる、 そして本当に悩みに悩んだと思うんですよね。前回のお話も聞いてる限り渡辺選手は本当にいろんなデッキのモダンのもう芳醇な環境からいろんなデッキの中から一つのデッキを選ぶっていうところにかなり時間を割いているので、そんな中でこの五色人間だけを練習してきたということは絶対にないと思いますし、そういう意味でも悩んだ上での決断、デッキ決めるまでが本当に辛いという、そういった神決定戦になっています。うん、前回も結構驚くぐらいの練習量って伺ってたんで、今回より期間も伸びて多分それを超えるぐらいやってるんじゃないかなと思いますけどね。もう私生活投げ打ってってなかなか聞かないですからねこの神決定戦の場で。
をして、本当に印象的だったのはデッキ提出したらもうあとはっていう言葉だったの で、ね、本当にそのデッキ提出までが長かったんだろうなと、本当に長い時間をこの紙決定戦に使ってきたんだろうなというところが伺い知れます。さあ最後の一戦に臨む2人、どのような心境でしょうか。これまでの傾向として渡辺選手間違いなく先行を取ってくる、そういった5本目になりそうです。もう全体状況を打つターンが1ターンずれるだけでもう10点ぐらい変わりそうですからね。そうですね、そもそも1ターン遅れたせいで打てなかったりっていうゲームもこれまでにもうすでにありましたし、はい、その1ターンの間に翻弄する魔導士が封じてしまったりとか、さあデッキの爆発力を信じて7枚の手札開きます。さあ呪文の質がいいが土地があるか、ちょっと左2枚が金属界の沿岸に見える、これは手札交換、マリガンを選択しました。さあ小田選手は土地は2枚は見えてる、系の道とジェイス残骸の漂着も見えます、多分キープですかね。かなり良さそうに見えますね。そう、土地2枚以外はもう全く不満がない、週末が土地だったらなぐらいですかね。さあこのような手札もかなりいいですね、瞬勝もあるので序盤しっかり動けて中盤以降の締めもあると。さあ非常に熱戦が続いている本日の神決定戦、予定時間を繰り下げてお送りしております。確かにだいぶ気がついたらすごい時間になっていた。いやそれだけに一本一本が重いですからね。そうですね、熱中してましたもう全く。さあですがそれだけこの神挑戦者の気迫というところも伝わりやすくなっていると思います。5本目です。6枚、土地はある、薬瓶もある、ただそれ以外がどうだ。これはキープしました。手札を見ていきましょう。収集者ラッパ種芸の像土地2という、まあ薬瓶さえ残ってくれればですね、相手が1ターン目、爆薬 X1 で応じてくるようだとちょっと厳しいですが、薬瓶さえ残ればしっかりプランが見えるということですね、うん。さあデッキトップもかなり悩ましいというところで、これはどうですかね、土地と見ましたね僕の予想では、うんうんうん、もう割り切っていきますね。さあ始まった薬瓶スタート、先ほどは不発に終わりましたが今回こそしっかりと使いたい。まあでも爆薬が出てこなかったってのはかなり朗報ですね、うん、今絶対持ってないんで、まあ、持っていればもう必ずプレイする、そうですね、もう置いてると思うんで。さあ小田としては土地に若干の不安のある手札でしたが、ここで血清の原子引き込むことに成功しました。戦術の兼ね合いもあって先にフェッチを切ります。そうですね、相手がクリーチャーを出してきたらもうルケーの道もキャストしてしまいたいんで、そこでフェッチを切ると戦術が無駄になってしまうので、うん、今のうちに先に切って、さあ渡辺選手の次のターンもかなり勝負の分かれ目になりそうですね。さあ2枚、ライラと血清の原子が見えました。そして列柱を引き込んだことでこのターンはタップイン処理に回れそうです。
ライラは下ですかね。さあ着々と薬瓶溜まっていきます。まあ、でもこれは渡辺選手としてもいいターンになりそうですね。うん、新コレクターから幻想像ってつなげると手札もそげますし、ラッパにつなげてアドバンテージを取りに行っても良い。ラッパ2発を選択しますかね。まずは1発、まあ、とりあえずこのめくれ方を見てですね。ここが強憶の勇者と教主、この2択になりました。ちょっと物足りないですね、これだと。まあ、ちょっと泣く泣く勇者って感じですかね。そうですね。さあラッパ氏のシャッフル、これは無作為になっています。これはもう幻影使いでそのままいきますね。単純に手札が減らないアクションになります。さあ本日こちら3フォーマット目です。残りはヴィンテージ、レガシーと控えておりますので、こちらもねぜひとも楽しみにお待ちいただければと思います。さあこれはけどこれで、次のターン、罪の収集者、翻弄する魔導士と動けるのでかなり良さそうですね。そうですね、クロックもしっかり作れたんでここからですね。さあタップインからのスタートになったことで、流刑への道打つターンが1ターン遅れています。その隙がうまく渡辺としては追求していきたい。さあこの血清の原始も全てが終末につながる道、そういったプレッシャーも渡辺乗り越えなければいけません。そして小田としてはいい形で終末にたどり着かないと、そろそろ厳しい時間帯にも見えます。このデッキの戦術上のプレッシャーは半端じゃないですよね。いやーこの怪しい動きしてる奥上に、いやーこれ分かんない、フェッチがあるからブラフの可能性もあるんですよね。両方いらないけど、なるほどなるほど、両方乗っけといてフェッチを置いて相手が動いてきたら、今4ターン目でしたよね。今、渡辺先行なので、あ、合ってるか、今タップイン処理しての3ターン目ですね。さあここは2体でのアタック、4点のダメージ許容していきますかね。どうでしょうか。一応芸能像だと損することなく除去することは可能ですが、ただちょっと3マナ2、3警戒ですでにアドバンテージを得た後なので、全体除去があるんだったらちょっとここには打ちたくないですけどね。ここは一発目のパスをまずは芸能像に、これはターゲットに取られた瞬間に倒されます。このアクションを起こした後の罪の収集者、これに再びの対応を迫る形、インスタント仮想サリーを追放という効果がついています。この後に翻弄する魔導士があるっていうのが地獄ですよね。薬瓶から出てくるんで、これ2でしっかり止めれるターンができているのもいいですね。そのしっかりと土地が伸びたことによって、そうですね、もう2で一生動かないと思います。さあ織田の苦悶の表情、その冷静沈着な表情からこのプランニング、どのように設定していくでしょうか。もうこうなると渡辺選手は2の薬瓶と翻弄する魔導士というのを構えておくと奇跡は一生起こらない。小田さんが奇跡を起こそうとすると、その翻弄する魔導士の策で対処する必要があるので、しばらくの間は
この手札の内容次第ではありますけど、うん、なんで、まあ、焦って設置しなくていいっていうところがポイントなんですね。そうですね、奇跡を見せてからその能力が解決するまでに翻弄する魔導士か、ホダコラカスメ取りを出せば奇跡は防ぐことができるので、奇跡はもうすでに手札に入っているというところでホダコで妨害ができると、プレイをさせないというプレイができるということですね。さあここ罪の収集者に対応する形、流刑の道打ち込みます。ここは瞬章で相打ちが取れないラッパ種からの除去。ラッパすごいクリーチャーですねよくやってくれた、もうしっかりと仕事しましたね。さあここは残骸の漂着と終末という2択になります。まあ、残骸抜いて、難しいですね、他の手札次第で瞬章も、翻弄する魔導士で止めることも視野に入るかもしれませんが、うん、ちょっと今流刑の道をね飛んでくるっていうのが確定してしまっている手札では確かにありますよね。なのでこれで、残骸の漂着を追放して、うん、翻弄する魔導士で瞬章の魔導士でいっとくと小田さんのパッと見のアクションはほとんどなくなる、うん、ただちょっと不気味なのは先ほどのジェイスでトップに戻した2枚、そうですね、先日で2枚とも上だったんでそれがどうなるか、また瞬章する魔導士、瞬章の魔導士もあるんで、なかなかまあ全部封じ切るのもこのターンは少なくとも難しそうですが、ちょっとジェイス着地も見えているのも嫌がってますかね。まあただここは残骸の漂着を追放、さあすでにサイドボードが行われているのでサイドボードに含まれている神の怒りまで含まれる、そして仕組まれた爆薬が2枚ということで全体除去という意味ではかなり多いデッキに生まれ変わっているのが小田の青白コントロールです。すごいですね、歴代でも最も入ってるんじゃないかっていうぐらいこんなにあるっていうなかなかもうこういうデッキを組める環境ってのもないですよね。そうですね、こんなに必要になってしまう、そして種類をばらけさせた方がいいというそれも一重にやはり五色人間の影響度合いがここまで相手のデッキ構築まで及んでいると。さあここ翻弄する魔導士すぐさまプレイしていきました。瞬章の魔導士です。はい、ひらがねでしっかりと瞬章と書いてあるように見えます。ちょっと小田さんのノートが SCM っぽかったんでスナップキャスター明治かなと、うんうんうん、下からも瞬章の魔導士指定というご連絡をいただきました、はい、さあこれで小田選手はこのターンのアクションはちょっと寂しい、ジェイスでプラス1するとか、うん、プラス2かプラス2するかブレインプラスマイナス0使って、週末をトップに乗っけておくか、うんうん、週末トップに乗っ乗せている動きは確かに良さそうですかね。うん、そうですね、ただそうすると渡辺選手がもう1枚翻弄、うん、する魔導士を出してくると大変なことに、うんうん、はい、今チャット欄で週末の奇跡薬瓶でホダコ、ホダコの効果にスタックで瞬章からの流刑でホダコ追放すると週末打てるんって書いてますが、大丈夫です、はい、打てます。そもそもその手札が一度追放されるとかもないので、そうですね、スタックでやっておけばカードを引く効果っていうのが、まあ、しっかりと生きると。さあ週末積みに行きましたね、ここですね、これを禁止されてしまうと他にありますかね、他がないですよね、もう今だから禁止されるともう唱えられないんで、はい、禁止できるかどうか、まあ、もちろん瞬章も封じ込められているのでそれ以外の手段でさらに小田としてはかいくぐる必要が出てくるということですね、さらに禁止されてしまうと。そうですね、
翻弄する魔導士はしっかり瞬章を指定しているので、先ほどの手札の週末ジェイス経由でも全く大丈夫というところになっています。だいぶ条件自体、渡辺選手の条件は緩いですね。2マナのクリーチャーだったらかなり許容できるものは多いですし、芸能像まで含め、まあ少なくともこれジェイスは最低でも殺せるんで、うん、さあどうなるか。これは週末は防げないか。引いてきたのは魂の洞窟ですかね。さあ薬瓶を引いてきたんですかね。さあこれは小田選手には嬉しい、うん、まあ、まだかね、ガドローで解決するまで2で止められている薬瓶が、あ、次にしたんですね。ほう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 。あ、今あれですね、小田選手多分選択とかベンデリオ持ってるから、うんうんうん、それで次でいいという判断ですね。もう一段待てるという判断ですね。あとあれですね、最悪ここで禁止とかされてた場合はフェッチで混ぜて週末はそもそも引かないようにしたりとかもできる、うん、なのでかなり受けの広い選択をしたということですね。ここはちょっとランドセットがフェッチだったので、ベンテリオンスタックみたいな動きでされるとちょっと面倒くさいかというところでしょうか。難しいですね。これだと普通にベンデリオンを出して相打ちでも翻弄する魔導士は、うん、さあターゲットベンデリオンのターゲットは神マキに向かって打ちます。魂の洞窟2枚、教区の勇者、貴族の教主、かなり力強さはない手札。ステイでしょうね、このままにして。これは全くもって脅威とは認識されない形になりそうです。そのままステイ。翻弄する魔導士が退場という形。これはかなり状態が小田に向いてきた、そんなように思われます。もう週末を普通に引くか悩むレベルですね。6マナの全体除去としても許容できそうに見える、うん、土地自体は伸びきりましたね。まあ、ただちょっとあの薬瓶があるんで出てくるタイミングがトリッキーではあるので、うんうん、さあここはフェッチを切ることで引かない選択肢にしましたね。そうですね、デッキに埋まっている方が有用と判断。さあただここからはまた列柱が壁としてアクティブになりそうです。え、嘘。あー、ライラベンディリオンで手札を確認した上でのライラ着地。これは一気に状況が変わりました。渡辺真希、これに対する回答はデッキの中ではかなり少ない。そんな一枚を引き当てられ、ドローは地平線の小杖。探さなければいけない、急がなければいけない。ワンドローに力が入る。うーん、つらい。これは致命的な一枚が着地した。また手札が瞬章ですからね、小田選手は。これかなりついに青白コントロールが青白クロックパーミッションに。そうですね、もう殴り合いもどんと来い。獅子切断は一応入ってたんですか、さっきのゲームまでは、はい、ただもう枚数が非常に限られてるので、うん、そもそもサイドボードには2枚切りという形になります。さあ始まった天使による
勝利への大行進。さあライフリンクによってもうダメージレーサーを崩壊しているが、ここでドローは幻影の像。ただこの状態ではまずは使わせないとダメですね。春章の魔導士は少なくとも知ってるので、春章の魔導士流刑の道は使わせないと、さあ攻めるためにはクリーチャーを並べるしかなくなってしまいました。一応これで3尾で 5-5 でのアタックです。ただ5点であれば全く問題ないという状況まで小田はゲームを進めることができました。もうちょっと5点とか8点ぐらいだと揺さぶられもしないですね。もう悩みもしなかったですからね。まあ、この状態で小田選手は自分が何だったら負けるか。さあ一縷の望みはこの幻影の像だが、さあ起動スタック、薬瓶の起動スタックで春章、そこの指定まで行きました。まあ、これは今一応スタックで解決した時に翻弄する魔導士が出てきた時用に一応出しておいた。ただ翻弄する魔導士だったら別に春章が出てけばどうでもいいやと、で、まあ、ここで幻影の像が出てきたので、さあ幻影の像の指定は罪の収集者となりました。ここは全く問題ない。思考の氷結選択春章。5点食らって残りライフが5まで。渡辺真希突然のライラ吸収に全く対応できていません。さあパスは一応打っておいて、一番最も打点の高い教区勇者がバカラ退場。さあ再びドローは幻影の像だが、これは2枚目の春章がガッチリ固めています。さあこのゲーム終焉が近い。今ライフどうですかね。10対16で合ってますかね。はい、今ライフに関しては先ほど5と申し上げたんですが、ちょっと一度確認させてくださいということで、はい、先ほどのライラのアタックで10になったというところですね。ライラと悪残が散ってる理由としてはやっぱ翻弄する魔導士とかもありますね、並んだ時にこの方が効果が大きいのと、翻弄する魔導士で悪残って言われた時にも片方散ってると出せる、さあこの幻影の像今トップデックしました。これによって状況を変えなければいけないが、薬瓶とりあえず起動まで行った。ライラになって春章を使わせてもう一回何かをトップデッキしてそれでしかないですね。もう、もはや四肢切断
体力ライフを1にして四肢切断打ち込むしか状況打破がないような、そこまで来てますかね。そうですね、幻影の像はこれでもうデッキに残ってないので四肢切断しかない、それかホダコでチャンプし続けるか、まあ、ちょっとホダコでチャンプはなかなか未来が見えないので、うん、延命にはなるんですが、さあここでドローをして渡辺、アタックこれを4点のダメージを小田はスルーします。そしてターンエンド、渡辺が過ごしてきたこの半年、そして小田が挑戦者になって、そしてこの時まで打ち込んできたその瞬間はこの時のためにありました。フルセット挑戦者小田が万感の思い、いやいい試合でしたね。いやー突然動きましたもんね。そうですね、ライラでこれからどうなるかっていうゲームが、うん、さあ苦しかった戦い、それを制したのは挑戦者です。新たな神、小田選手を祝福しましょう。